皆さんこんにちは。今日はですね、すごいカメをお迎えしたので、ぜひ最後までご覧ください。大頭カメです。大頭カメ、こういうマイクロチップが入ってるのはこれでわかるんですかね。こういう感じで番号がわかる。これと一致してる。これまだまだ全然大きくなる感じですかね。まあこれからちょっと環境を整えてという感じですけども、やっと。新しい、こう、前、コーラがめくれて、新しいの、下から新しいの出てきたら、色はもっと綺麗に。綺麗ですね。こういう色になる。頭も。キーとか言ってるんですね。聞こえるか。怒ってる。いやまあ、あとはちょっと今環境を整えて、比較的涼しいところがいいんですよね、この。まあ、暑くなければっていう。まあ、どうしてもね、アロワナのいる部屋ですから、温度が高いので、まあ、ちょっと涼しいところを選んでおこうかなというふうな感じで。言うほどでもない。そうですか。まあちょっとね、やっぱり高級なカメなんで、緊張感を持って飼育、そういう感じですけど。基本的に。買い込むほど、こう、色もこう、どんどん出てくるから、そういう意味では、ね、アロワナとかと通ずるところはあるかもしれない。もう本当に、この、水星神の王様みたいな感じですよね、この神。まさに、なんか、ね、なんと表現したらいいかわかんないですけど。なんだろうな。今やですね。昔はもう役立ったけど、今やです。そうですよね。昔は本当に、そんなに高級な亀っていう印象は、私なんかも長いんで、まあ、あれですけど、今でも、こういう珍しい形の亀って、なかなかね、ワニガメとかも飼えないですし、まあ、飼育できる中では珍しい方なんじゃないですかね。この頭が大きくて形がかっこいいっていうか。ねえ、いつでもどこでもあるもんじゃなくなっちゃったから。まあ、あとは飼育で気をつけなきゃいけないのは脱走が名人なんですよね。脱走は得意ですね。ただまあ、高さがある程度あれば、前足が引っかかんなければ、基本的に脱走できないから、そこはそんなに、はい、心配しなくていいと思うんですけどね。はあはあ、気をつけるのは何だろう。でも、環境が合ってれば、こんな難しい種類じゃないから、前って言うならこう、高栄養なものばっかり餌あげすぎて、ブクブクに太ったりすると格好悪くなるから、あんまり、あげすぎない。餌は基本的に人工餌でいく感じですか？今はもう人工餌のみですね、ほとんど。あんまり冷凍餌とか好まないんですよね。消化に良くないんですか、ね、いや、そんなこともないと思うけど、もうそれはもう人それぞれな部分もあるんで、甲殻類、生きた甲殻類なんかとかね、冷凍の生きた餌をメインであげてる人もいるんでしょうし、個人的には人工餌メインで、たまにおやつ程度でこう他のものにあげるっていうのがいいのかなと。まあ、なんせ、あんまりね、下手なものあげて、内臓をおかしくしちゃうと、本当に、まあ、値段的にもお高いカメなんでね。そうですね。で、まあ、そのやり方で、ね、実際もう20年とか、何の問題もなく、ほとんど死なせることなく何匹も飼ってるから、多分問題ないと思うんですけど。はい。この頭の大きさがやっぱ特徴的ですよね。だから本当に甲殻類とか食べてそうな口なんですけどね。この形、頭の形とかね。自然では食べてますよ、きっと。カニだとか、貝だとか食ってんじゃないかなと思うんですけどね。ですよね。なんだけど、あんまりザリガニとかあげるとよろしくないっていう話は聞きますよね。ザリガニは、
その、捕まえる場所によると思うんですけどね。汚染物質とかに弱いのかもしれないですよね。うん、まあ、リスクを犯したくはないので、安全な餌をとりあえずあげて育てていくのがいいかなっていうところですかね。本当に希少生物になってますからね、今やね。まあ、サイズ的にもちょうどなんかいいかな。これからまだ大きくなるというのもあるし。そうですね。あとはその、うん、脱皮しながら甲羅がどんどん、ちょっと今はまだね、あの、苔生えたり、ちょっとあの、浮いてる部分があるから、あの、脱皮すると、こう、どんどん綺麗になっていくから。なんか、他の亀にない、なんか、足を、後ろの足をなんかこう、犬みたいに描ける。あれ、それはちょっとやるんですか？結構動くんですね。よく動きます。なんかね、動かない亀ではないんですね、やっぱね。どっちかって動く方だと思う。だから脱走したりとか、細かい、細いところに入ってって、岩場のね、影とかに入っちゃったりとかするんですよね、これね。そうですね。この尻尾を引っ掛ける力があるんですかね。木に登るイメージもありますね。見たことないけど、ね、昔の本とか、文献には、尻尾でね、ぶら下がったりとかっていうのも、よく言われてるけど、まあ、飼育下で、まあ、見ることはない。大体でも、飼育するときって、こんな感じですか？もう、砂利とか敷かずに、もう、それも、この感じで。いろいろです。あの、水はもっと当然、今これ、撮影用に、このケースに水薄く張ってるけど、水はもうちょっと入れますか、ね、敷いてあげていいと思いますし。まあちょっと落ち着いたらまた餌やりなんかもね、皆さんにお見せしたいと思いますけれども ね、場所によりあれば本当大きい水槽で、ちょっとレイアウトなんかしてこう動き回るところを見ると多分きっと面白いと思うんですけどね。ただあんまり水が古くなったり汚れたりするのにはやっぱりちょっと弱いから、やっぱり掃除が楽なのメインで買う方が楽かなと。まあ、うちは大体、まあ、ベアタンクでね、飼育してますからね、またまたとかも、それでうまくいってますから、まあ、そんな感じですかね、同じような感じですかね。そうですね、爪のね、伸びすぎを防ぐのに、砂利なんかこう、入れてあげるのはいいのかなと思うんですけど、ちょっとお腹空いたりすると、この砂利食ったりするから、それもまた良くないから、どうでしょうね。餌の上げすぎも注意したいし、お腹空きすぎも注意したいし、なると、ベアタンクの方が、掃除もしやすいし、飼いやすいかもしれないですね。そうですね。まあ、今回はちょっと、私も、まあ、今年、あんまりお迎えしてないんで、ちょっと、大型っていうか、まあ、自分へのプレゼント的な感じでお迎えしましたけど、まあ、長く生きる生き物なんで頑張って飼育できたらと思います。またたびたびアクアハウスチャンネルでも出していきたいと思います。素晴らしい亀ですね。しかしね、色も綺麗ですね、本当に。おそらくあとはメスだと思う。あ、そうですか。メスは基本的にやっぱり数少ないんで、2匹目きっとオスも迎えると思うんですけど、2匹目オス探す方がまだ見つかりやすいかもしれない。ああ。でも繁殖が難しい亀ですよね。繁殖は国内ほぼ例がないですよね。いないですもんね。まあ長く一匹でもね、付き合っていってでもいいかなと思いますけどね。まあとりあえず、うちあんまりアクアハウス繁殖うまくいってないんで。もう食べる。食べたですね。環境変化全然平気なんですね。We'll be right back.
今日は念願の大頭亀をお迎えすることができました。また引き続き大頭亀出していきたいと思います。チャンネル登録もぜひお願いします。ありがとうございました。